第60回国民体育大会とは2005年に岡山県を中心に開催された。下記、秋季大会の大会スローガンは、あなたがキラリ、大会マスコットは、ももっちである。大会終了後、ももっちは、岡山県のマスコットになった。冬季大会は1月30日から、スケート競技会、山梨、夢富士国体として開幕。2月2日からは、 アイスホッケー国体院東京が2月22日からはスキー競技会岩手林道国体他が行われた。夏季大会は9月9日に主会場である小島マリンプールで開会式が行われ4日間の熱戦が繰り広げられた。秋季大会は10月22日に主会場である桃太郎スタジアムで開幕岡山県が悲願の天皇杯。 高后杯を獲得した。続いて、11月5日から7日まで、第5回全国障害者スポーツ大会、輝いて、岡山大会も行われた。キラリトライアングル天皇杯を受け取る岡山県、この大会では、テニス女子ダブルスの福井県の2選手が、予選出場資格がないまま本大会に出場し、準優勝したとして、銀メダルを剥奪とし、 総合特典も修正となった。ありがとうございます。